驚愕。岩優太神宮寺優太平野翔のドア映像が話題沸騰。ファン狂気。平野翔の笑顔が心をつかむナンバーアンダーラインアイの衝撃映像。2024年5月9日、ナンバーアンダーラインアイが投稿した3人のローリングドアシーンが大きな話題となった。わずか数秒の映像だったが、 そこにはメンバーたちの魅力が凝縮されていた。岩優太神宮寺優太平野翔の3人が一堂に会し、ブローユアーアカバーの楽曲に乗せて踊る姿は、まさに理想的だった。ドアが徐々に開いて、まずキシユーの愉快な表情が現れる。続いて神宮寺優太の優雅な雰囲気、そして最後に平野翔の美しい笑顔が浮かび上がる。 これらの表情や仕草は、三人それぞれの個性を見事に表現していた。ドアがゆっくりと開き、そこに現れた三人のメンバーの姿は、まさに芸術的と言えるほどの美しさと魅力に満ちていました。まずは、岸優太さんの愉快な表情が浮かび上がり、続いて神宮寺優太さんの優雅な佇まい、そして最後に平野翔さんの印象的な笑顔が観客を魅了したのです。 この23秒ほどの映像の中に凝縮された彼らのキャラクターは、ファンの心をつかむことができたのは間違いありません。騎士さんの愉快さ、神宮寺さんの上品さ、平野さんの可憐さ、それぞれが持つ個性が見事に表現されていたのです。これらのコメントを見ると、ファンの方々がいかにこのショートムービーに夢中になっているかがわかります。可愛すぎる。 最高沼らせる、など、熱狂的な反応が寄せられているのが印象的です。ファンの方々の愛情が如実に現れているのがわかりますね。ところで、このドアシーンにはどのような背景があるのでしょうか。ブローユアーカバーという楽曲が使用されていることから、おそらくナンバーアンダーライン愛のプロモーションの一環なのだと推測されます。 しかしその詳細については不明な点が多いのが現状です。そこで私たちはこのドアシーンについてさらに深く釣りしていくことにしました。ナンバーアンダーラインアイメンバーたちの魅力はもちろんのこと、この映像の制作意図やそこに込められたメッセージ、さらにはナンバーアンダーラインアイの活動状況など、ファンの関心を引くような内容を盛り込んでいきたいと思います。 まずは、この3人のメンバーがそれぞれどのような魅力を持っているのかについて見ていきましょう。岸優太さんは、爽やかな雰囲気とユーモアあふれる表情が特徴です。彼の愉快な仕草や表情は、ファンの心をわずかな時間でつかむことができました。この映像でも、彼の表情がラストまで印象的に残ります。神宮寺優太さんは、 上品で優雅な佇まいが魅力的です。優雅に立ち現れる姿は、メンバーの中でも群を抜いた美しさを感じさせます。スタイリッシュなファッションセンスも魅力を増幅させています。そして平野翔さんは、可憐で愛らしい雰囲気が魅力的です。ドアから現れる際の優雅な立ち振る舞いと、その後の印象的な笑顔は、ファンの心をわしづかみにしたと言えるでしょう。 この三人が一堂に会し、ブローユアーカバーの曲に合わせて踊るシーンは、まさに理想的な光景だったと言えます。それぞれが異なる個性を持ちながらも、見事にチームとしての一体感を醸し出しているのが印象的でした。では、この映像にはどのような意図が込められているのでしょうか。おそらく、ナンバーアンダーライン愛の新しいプロモーション活動の一環だと考えられます。 ブローユアーカバーという楽曲が使用されていることから、新しいリリースに向けた布石なのかもしれません。また、3人のメンバーが一堂に会するこのシーンは、ナンバーアンダーライン愛の魅力を凝縮して表現しているとも言えるでしょう。それぞれの個性を活かしつつ、チームとしての一体感も感じさせる、まさにナンバーアンダーライン愛の魅力がよく現れた映像だと言えるのではないでしょうか。 さらに、ドアが開いていく演出にも注目したいです。ドアが開いていくにつれ、メンバーたちの姿が徐々に現れていく様子は、まるで幕が上がっていくような演出です。観客の興味を引きつけ、注目を集めるための効果的な手法だと言えるでしょう。このように、この映像には様々な意図が込められていると考えられます。ファンの方々の反応を見ても、 その演出の魅力は十分に伝わっているようです。かわいい、最高、といった賞賛の声が相次いでいるのは、その賞佐だと言えるでしょう。そして何より、この映像が3人の魅力を存分に発揮させていることが大きな魅力だと言えるでしょう。それぞれの個性が立ち現れ、しかも見事なチームワークを見せているところに、ナンバーアンダーライン愛の進化が感じ取れるのではないでしょうか。 ファンの方々も、この三人が一堂に会する姿に心を奪われているようです。コメントには、三人一緒なのが一番嬉しい、可愛すぎる、などの感想が寄せられており、この三人の魅力に夢中になっているのが伺えます。三人がそれぞれの個性を発揮しながらも、見事な一体感を醸し出しているのが印象的だ。まるで本当の兄弟のような、 自然体でリラックスした雰囲気が溢れ出ている。しかし、三人の魅力は一過性のものではない。彼らは、ナンバーアンダーラインアイというグループとしても、高い歌唱力と洗練されたダンススキルを発揮し、ファンを魅了し続けている。例えば先日リリースされた新曲、ブローユアーカバーでは、メンバー三人が見事なダンスパフォーマンスを披露。 個性的な動きと息の合ったアンサンブルが楽曲の持つ躍動感を最大限引き出していた。さらにメンバー個人の活動でも目覚ましい活躍を見せている。岸優太は俳優としても引っ張りだこで、神宮寺優太はモデルとしても高い評価を得ている。そして平野翔はバラエティ番組でのキャラクター性の高さからファンの支持を集めている。まさに彼らは 歌、ダンス、そして俳優やモデルなど、多岐にわたる分野で才能を発揮し続けている。まさに三つの個性が織りなすアイドルと呼ぶにふさわしい存在なのだ。今回のローリングドアシーンは、そんな三人の魅力が凝縮された一瞬だと言えるだろう。ファンにとっては、ただの数秒の映像でも、彼らの素顔に触れ、その魅力に心奪われる機会となったはずだ。 ファンたちは、まずキシ君がふざけて顔を出すと、続いて神宮寺くん君の美しい顔が現れ、最後に平野く君が登場するシーンに釘付け気になった。わずか数秒しか映っていないにもかかわらず、繰り返し見せられるこの映像に、思わず手が止まってしまうほど可愛らしさに溢れていた。インスタグラムには早速多くのファンによる投稿が上がり、誰もが三人の可愛さに夢中になっていた。 ひょっこり三人、可愛すぎる、保護したいなどの声が寄せられ、三人の魅力が存分に表現されていた。特に平野くんの笑顔が最も人気を集めていたようだ。その純真な表情に、ファンは思わず溶けてしまったという。一方で、神宮寺くんの美しい顔立ちや、岸くんのふざけた仕草にも注目が集まっていた。この三人が揃った姿は、 まさに思考のナンバーアンダーライン愛と言えるだろう。かっこよさと可愛さが絶妙に融合した彼らの姿は、ファンの心をわしづかみにする。最後に残された疑問は、一体どこでこの三人を手に入れられるのか、ということだ。ファンたちは、三人をとことん可愛がり、愛でたいと願っているようだ。この三人が放つ魅力は、 まさにナンバーアンダーライン愛の理想形そのものなのかもしれない。